白井栄は、日本の政治活動家、政経同友会、平民党、国民党などを率いた経験を持ち、政治団体日本国民党代表。過去に自民党衆議院議員の私設秘書を務めた。筆名は白井雄博。白井は政治団体国民党を1988年に設立した。同党は選挙ポスターを貼り出さないなど独特の選挙戦術で知られる。本部事務所は新宿区歌舞伎町に置かれていたが、港区浜松町の並ぶの個人事務所に移転した。2014年12月31日に解散が届け出られた。この間、白井は自らを代表者とする別の政治団体、日本国民党を2004年に立ち上げた。週刊朝日1993年7月23日号、総務省政治資金収支報告書平成27年5月29日、公表、総務省。http://www.soumumu.go.jp/senkyo/政治 政治資金、コンテンツ、SD20155529-03-2 PDF ハット、平成19年分政治資金収支報告書の要旨。総務省。https://www.soumumu.go.jp/メインコンテント000047140pdf ページ=195中日新聞の意見広告費が無料であることから他の諸政党でも愛知県に形式上の活動拠点を置く場合が少なくない。ありがとうございます。